今回はですね、番外編といたしまして、上流国民ではない庶民の立場から、日本の経済について一石ぶたせていただきたいと思います。はい、今回は番外編といたしまして、経済ど素人による素人の庶民のための経済解説になります。いや、逆に、専門家じゃない分分かりやすいかもしれないんですよ。ということで、早速ですが、今回は、インフレとデフレ、コストプッシュインフレ、 三次、増税、その他の話をさせていただきます。まずはインフレとデフレを抑えておいてほしいんですよね。国民が3人しかいない国がありまして、その国の A さんはお金を持ってます。B さんは魚を持ってます。C さんはリンゴを持っていたとする。A さんはお金と引き換えに魚を手に入れて、同じくお金と引き換えにリンゴを手に入れるんですよ。 ではこれがインフレになるとどうなるかというとこのようにお金の量だけが増えて物の量は増えてない状態ですねそうなるとですね以前はお金1個と魚1匹が交換できたんですが別の C さんがですねいや私はお金2個払うわよってなるわけですよということで商品の値段が上がりますそれではデフレですがデフレはこの逆でお金の量が足りてない状態ですので 半分のお金で一匹の魚、半分のお金で一個のリンゴと交換っていう形になりまして、物価が下がるっていうことになりますね。まとめますと、インフレはお金が多すぎる。デフレはお金が足りないということなんですね。日本では1990年代後半から約30年間にわたってデフレが続いてきました。このお金の量を調節しているのは日銀なんで、日銀が意図的にデフレにしていたということになりますね。 そしてこのことが失われた30年の要因の一つにもなっているんですよ。だから政府はですね、インフレターゲット、インフレ率2%を目標にしています。つまり、買いたくてもお金が足りなくて買えないデフレの状態だと経済の足かせになるので、我が国の政府はインフレにしようとしているんですよ。そしてその努力の甲斐あって、今日本はインフレ状態になっているんですね。これでめでたしめでたしかというとそうではなくて、 庶民の立場からしたら最悪の状態になってます。なぜなら、今の日本のインフレはコストプッシュインフレだからなんですよ。この場合、通貨供給量が十分でないにも関わらずインフレが発生しているっていうものなんですね。つまり、お金は足りてないのに物価は上がっているんですよ。なんでこうなるのかというと、生産コストの上昇が価格全体に波及する現象です。 原材料費や労働賃金の上昇、円安、エネルギー価格などの輸入価格の上昇などが原因となり、商品やサービスの価格を押し上げる場合ですって言うんですね。そして庶民は、もうしばらくすると、本当の惨事を体験する可能性があるんですよ。物価の上昇が賃金の上昇を上回る場合、労働者の実質所得が低下し、購買力が減少します。これにより、生活費の負担が増え、 特に低所得者層にとって深刻な影響を与えることがあります。企業がコスト上昇に対応するために生産を縮小したり、労働者を削減することがあります。これにより失業率が上昇し、経済全体に悪影響を与える可能性があります。コスト上昇が続くと、企業はさらに価格を引き上げる必要が生じ、インフレのスパイラルが発生するリスクがあります。これは経済の不安定化を招く可能性がありますっていうんですね。 そうなってくると、庶民を救おうと思えば、まず考えられるのが減税なんですが、逆に増税しようとしてるんですよ。まず相続税増税。マンションの評価額を実勢価格の6割以上に引き上げる方針が検討されています。不要控除の減額。2026年から所得税の控除額が年間38万円から25万円に、 住民税の控除額が33万円から12万円に縮小される予定です。生前贈与。生前贈与の加算期間が3年から7年に延長されます。っていうんですね。これでもまた増税の一部なんですけどね。その他は割愛させていただいて次に行きます。これも税金みたいなもんなんですけどね。社会保険料の値上げです。介護保険料。 年間所得は410万円以上の高齢者を対象に、介護保険料が現在の基準額の1.7倍から1.8倍から2.6倍に引き上げられる案が検討されています。国民年金。国民年金の保険料支払い期間を現在の60歳から65歳まで延長する案が検討されています。社会保険適用範囲の拡大。 2024年10月から社会保険の適用対象が企業の規模要件が常時100人超から常時50人超に変更されます。社会保険料の値上げ。2026年度から社会保険料に月500円の上乗せが検討されています。っていうんですね。当たり前のことを言っておきますと、政府があります。そして国民がいます。政府の借金、政府の支出というものは、 国民の収入なんですよね。政府が借金を返したり、増税したりすると、当然国民のお金がなくなるんですよね。さらに、増税には、通貨供給量を増やさないという効果もありまして、お金は不足している。でも物価は上がる。当然庶民はお金を使えない。すると景気が悪くなる。この負の悪循環に入っていってるんですね。それがスタグフレーションなんですが、スタグフレーションとは、 物価が上がり続けているのに景気が低迷し、お金の価値も下がるという最悪の現象をスタグフレーションと呼びますって言うんですね。日本は過去にこのスタグフレーションを経験したことがありまして、それは、1970年代の第一次オイルショック後に日本はスタグフレーションを経験しました。その時日本経済はどうなったかというと、1974年の実質 GDP 成長率は約マイナス0.2%。 消費者物価指数は1970年と比較して約40%上昇しましたっていうんですね。つまり数年前100円で買えていたものが140円出さないと買えなくなったんですよ。でもですね、当時の日本人はこのスタグフレーションを乗り越えてるんですよ。でもですね、それは当時の日本人が明るくそして未来に希望を持ってたからじゃないんですかね。なぜならこの時期と 第二次ベビーブームが重なってるからなんですよ。年間の自殺者数も1970年代を通して18,500人前後と変動してないんですよ。ちなみに令和4年の自殺者数は21,881人です。ところでですね、ポイントとなるところをもう一度繰り返させていただくと、このスタグフレーションは通貨供給量が不足した状態で起きているってことなんですよ。 その状況を言い表す言葉がなくて、あえて言うなら、流動性危機状況下のスタグフレーションっていうことになるんですね。となると名前をつけたいもんですよね。スタグネーションとインフレーションでスタグフレーション。それにデフレーションを加えると、なんて命名すればいいんですかね。庶民虐待レーション庶民から徹底的に活グゾレーションどうでもいいけど庶民舐めんなよ。 しぶとく生き抜いてやるからな。ということで今回の素人による素人のための素人の経済解説コストプッシュインフレとスタグフレーション流動性危機状況下のスタグフレーションの話でした。ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。さようなら。